日本の近世文学史では、江戸時代の日本文学の歴史を述べる。おとぎ草詩の流れを汲む金草氏、井原西閣らによる浮世草氏、有利を題材としたシャレ本が出版されて、広く読まれた。松永帝都倉により栄えた徘徊は、後に松尾芭蕉が現れ表現として大成させた。16世紀に入って、急速に成長した浄瑠璃の世界では、人形を加えた。 人形上瑠利用に、近松門左衛門が義曲を書き人気を博した。上が秋なり、右月物語や極定和金、南宋里見八賢伝に代表される特本、通俗的教訓と滑稽を売りにした談義本、滑稽本、男女、主人公として、恋愛を描く人情本、庶民向けの娯楽として、赤本、青本などの草像詞が出版されて、広く読まれた。では、 よさぶそん、小林一皿が活躍した。人形浄瑠璃に押されていた歌舞伎は、鶴や南北や川竹木網等の戯曲を得て、人気の回復に成功した。上記のほか徘徊の句集、気候文、実録本、教科、教師、類書などが存在する。形外化した科学を批判する形で、儒教の一派の古学の影響を受けた国学が現れ、 鴨のノ淵ブ元織乗り,りながらが活躍した。また、国慶話の元祖として、安楽安作伝の清水賞が表され、さらに、江戸と上方で、現在の落語の原型となる和芸が流行する。その他、三味線音楽など、江戸期に特徴的な音曲が流行したり、葛飾北斎らにより浮世絵が描かれて町人に愛玩されたり、 歌舞伎や浄瑠璃が町人の娯楽となったりと様々な芸術が庶民に愛された。特に浮世絵は遠くフランスの印象派にも大きな影響を与えたことが知られている。北越セップに変換一貫金星文学を専門とする主な研究者とその専門分野を挙げる。ありがとうございます。